桜田と優奈さんがいます。はい、います。こんにちは。しかもめっちゃ具材良くてありがとうございました。これないの、ひたすの嫌いやねん。ハーコみんな来てたらしいね。そうなんです、来てくださってました。会えてはないんですけど。これはチンしないやつですよ、これ。こっちはしてもよかったよね、絶対。確かに、ちょっとやってくるわ、みんなバイバイ。ちょっと通れますか、こっち。ちょっと待って、置いていい？どう？そうなって。いやいや。いやだ。もう今日だけ許しますね。あのお使い頼んでいいですか？うん、いいよ。ウェットティッシュ1枚も。オッケーオッケー。ついでに。まあ、ちょっとチーンしてきますので。うん、じゃあ、私たちの音声。そう、音声ちょっと聞いててください。ビョンというキノの。それ人物おらんかったらさ、バンされへん。うん、されへん、されへん。あ、そうなんや。いや、3年というか分かる。すげえ。さすが、プロの。夜コメイクもありがとう。寒い旅行にしやんかった、大丈夫。あ、なるほど。そうなんや。いただきます。昨日遅くにコメヘンありがとね。この前近重さんにうどんが食べたいってこちらこそです。うどんでした。ありがとうね。いただきます。最高だぜ。なんでそんなテンション高いん。え、うどんやから。皆さんありがとうございます。イエーイ、うどんです。ありがとう皆さん。かわいい、だってやった。こんな甘やかしてダメですよ。ダメですか。夜はレイニが見る来るって。え、そうなの。何の。レイニが来るって、うん、え、待って、一味辛い。あほや。え、待って、辛い。待って、全然めっちゃ辛かったんやけど。食べたことある。え、なんか味濃い。え、待って、もう全然可愛いって言われたと可愛くない席しちゃったんだけど。最悪。ゴホゴホピョンピョン。こっち見て、芝くで。芝くで、芝くで、ほんまに怖い怖い。芝くでっていう、ええ加減にせや。バン対象やで、それ。そうなん、うん、ほんまに。そうやで、バンされますよね、芝くって単語。ほんまに。うん、え、わかんないけど。ガチで言ってる。え、わかんないわかんない。え、いや、バンされてないから大丈夫、多分。確かに。桜田お子ちゃまだなって言って。そうなんですよ。でも21歳なんですよ。わいは明日の昼公演邪魔すんで、邪魔すんねんと帰って。うん。え、ってさ、お決まりのさ、ギャグ、うん、そうやで、そうやで。うん、うん、なんや。新喜劇さん。うん、うん、うん。私は吉本新喜劇さんを見て育ってきたから。パッパン。私は玉代さんからギャグを伝授されたので。え、いいな、稽古やりたかったんだけど、うん、昨日も。あ、お待ちしました。わ、帰ってきた。ラップにぐるぐる巻き。あ、お使い忘れてる。あ、忘れてた。忘れてた。ごめん、ありがとうございます。あんな忘れっぽいからやな。散歩歩いて忘れるからごめん。マジか。いや、私も早くうどん食べたい。うどん食べなよ。ぐるぐる巻きに。でもどっちかしかできひん。チカシギさんにタレつけたら冷たくなるんじゃねえ、それ。確かに。さくら田中って来てる。お、いいね、ゴロ。この前 LINE で桜田と田中って送ったら、桜田田中でなんか。あ、ごめん。マジでごめんなさい。こっちおいで。ターが渋滞してて、ターがタタタタタタタみたいになってました。お前、桜田中よ。そうなんですよ。そうそうそう、そうなんですよ。桜田中なんです。うちらチーム田んぼのターやな。チーム田んぼのターでもユニット作ろうや。な、思った。なんかずっと言ってない。え、そうやで。あやかチーム田んぼのター押してんねん。ずっと言ってる。川ですか？あ、でも田んぼに川っているよな。必要よな。うん。あり、うん、です。OK です。川担当で、やった。なんか大丈夫だな。確かに。じゃあなんか米担当みたいな。似合う、ありがとう。なんか作物担当ですね。ありがとう。雪桜やって。うん？雪桜でしょ。おしゃれ。何それ。雪桜可愛い。めっちゃいいよ。いいじゃん、いいじゃん。こっちはタコンビって聞いてますね。ゆる公園ジョエリで入るよ。ありがとう。見つけます。見つけます。オッケー。やっぱ天ぷらは焼きたてやな。そう。
チーム田んぼのターンはベテランの方から新人の方までねいっぱいいらっしゃって、うんうんうん、水田しおりさんにもね褒められてる確か。あ、そうなん、うん、いろんな人に話してんの。え、ラジオでめっちゃ喋ってる。あ、そうなん、ラジオか、うん、うん、そうそうそうしおりさんが来た時に喋った。あーね、うん、なるほどね。ちわー、レンドちゃん、大きなみさん、ちわちわ、ありがとうございます。イエイ、うん、チーム田植え、おお、あ、チーム田植え、田植えやったら川のゆなさんもいけるで。確かに、やった、うん、田植え田植え田植えやったもん勝ちよね、やって、うん、そうね。いや、まずはチーム田んぼのチャレ、田植えから始めよう。そうね、うん、確かに。ちゃうね、雪の穴、うん、あのダンスユニットから始めなかんやん。あ、そっか、うん、じゃあ待つな、一回、うん、全然待って、うん、待っとくわ。3年ぐらい、え、絶対実現されへんなかったことにされる何うどん、なんかちくわと、うんと、なんだっけ、かき揚げを塗ってますね。レンジ君漢字だと着替えんの早っ。ちょっと待って、当て字がすごいんだけど、びっくりした。ショールームしてるの、かわいい、だってやった。あ、さくちゃんショールームしてるの、ショールームしてるの、ねえ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 、さくちゃんが、なに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 、怖い怖い怖い、無理無理無理、怖い怖い、ね、ショールームしてるの、やだ怖い、ね、ショールームしてるの。もうさくちゃん最近明るくて、どうにかしてください、この人嬉しいけど怖い、嬉しいけど、さくちゃんがマジで怖い、マジで私のストーカーとかしてます、この人本当にやばいですよ、マジで怖い、ほんまに。え、ちょっとな、もまめかなんかに送る、あの、さくちゃんがマジでずっと私べったり引き付いてる写真が撮れたの、昨日。ああ、怖っ、面白いガチ怖い。さくちゃんは、ゆきのちゃん、あー、いい、久しぶり、なんでやねん、何が、おとついも会ってるし、今日も一緒にいたでしょ、ずっとさっきまでしょ、こう言ってたよ、怖っ、うん、なんか寝る、ゆきのの後ろで何かやらんといてくれる、うん、やめてよ、大丈夫です。なんでそんな他人行儀なの？なんで？言って寂しかった。ナンバの日で色紙もらったけど、駅の文字綺麗やん、どこが？なんでどこが？でもあれやで、駅のなんやっけ？わかめ五段、わかめぐらいになってる。習字。すごい。うん。そう。お父さん四か二か。そうなんや。マクちゃん、MC 中、ゆきのちゃんの髪の毛めっちゃ触ってる。え、そう、マジでびっくりする、あれ、あの、アンコールありがとうございますって、だってテーマクトコにある、触らないで、ほんまにもう、怖い、私に触れないで、もう触れるの嬉しい。あのな、うん、あのアンコールありがとうございましたって言ったな、うん、あのジオンさんがさ、うん、あの次は NMB48 のなんじゃらかんじゃらって言ってる時にさ、うん、もうずっとこっち向いてるやんか、ゆきの、うんうん、こっち向いてない、うん、で、さくちゃんここにおんねんやんか、うん、ずっとパーンってデールを心霊現象かと思うで、ほんま怖いわ、怖いわ、さくちゃん怖い、最近の若い子って怖い、急の時さ、うん、何急の時って、8月、あ、なんかさ、うん、1回目騙されてなかった、触ってない触ってないって言ったら、えみたいな顔して、え、ほんまに触ってないんや、あれ、触ってるねんけど、うん、触ってないんって言ってる、なんかびっくりしてたから、いたずらっぽすぎる、あの、自分映してくれへん怖でも、さくちゃんは、あの、さっき MC で丸バツクイズをしたんですけど、さくちゃんの丸バツクイズは、あ、エルイマ、そうそう、ま、さくちゃんの丸バツクイズもね、お題をちょっと聞きたいと思います。マルバツクイズします。はい、はい、どうぞ。やった。みんなやってくれる。うん。頑張れさくちゃん。早言って。もう早言って。わかった。早く言ってれーの。はい。はい、初めて、うん、ゆきのちゃんから、うん、あの、ゆきのちゃんと連絡を取ったのが、はい、1月6日なんですが。1月6日？なんですが。うん。ですが。あの、ゆきのちゃんからその写真が一番最初に送られてきたんですけど、うん、その枚数が20枚である、丸かバツか、え、そんな撮ったっけ、あ、ゆきのが撮ったってこと、うん、ゆきのちゃんが送ってきた、あ、なるほど、動画を含めないです、動画なんかあったっけ、うん、え、猫送ってきた、バツって来てるけど丸も来てたで、
20枚なんで知ってんの、うん、あ、そういうこと、うん、え、待って待って、わからん雪乃が一番知ってなんかやんな、こんなん、うん、待ってて、え、でもな、なんか見返してたやんな、ジョンさんに2人とも、はい、みんな20枚ぐらいやと思うな、うん、え、怖っ、え、何やろ、な、え、何枚やろ、まる、じゃあ雪乃が答えたら答え言ってもらうかな、まる、まる、うん、正解教えて、バツ、もっと取ってそう、うん、え、待って、怖い怖い怖い、正解はバツです、おー、らしいです見て、その日は、うん、1月6日にゆきのちゃんから18枚プラス動画を2本送られてきました、うんうん、多いな、ね、あ、じゃあ少ないってこと、うんうん、なるほどね、さくちゃんは何枚送り返してたの、私その日送ってない、その次はなんか次がなんかなんか LINE のトークに遡っても見えないぐらい写真めっちゃ撮って送ってて、なんかさ怖かったからちょ見返してめっちゃおもろいね、わかったわかった、返事みたいな、うん、返事大丈夫、この丸は作るのために見返してて LINE のトークで、いや、なんか誰のにしようかなと思って、うん、アイカさんとかジオンさんとか福原なぁ諦めんなよ、ちょっと最後まで喋るなったやろ今最後まで喋ってもうで、そのなんかね LINE の画面見せてくれたんですよ、さくちゃんがね、さっき、そしたら雪乃の写真をありえないぐらい撮ってて、うん、その後に、そうね、そう、でもあれも同じ写真やね、え、そう、なんか雪乃の壁写の写真をめっちゃ撮って、そう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 、1個だけ光る挟んで全部雪乃みたいなのをやってて、わけわからんくない、そう、やってて、もうさくちゃんがマジでめっちゃ初期そんなストーカーみたいなことしてたんやってマジで初期は雪乃推しなんです、あ、そうん、初期はマジで雪乃にしかおらんかった一緒に、うん、じゃあね、ほんまにめっちゃ好きやったね、なんか過去の話みたいな、今は今は今はねえ、やめてよ、ご褒美、あ、ご褒美ですか、え、うん、わかんないで、あのさ、何の時やったっけ、お迎えがみんなわかめだよ、来るの遅かった私ので、なんか夜遅かったから危ないかもみたいな感じで、ゆきのちゃん車来てるのに待ってくれてて、かっこいいってなって、あ、これクリア、そんなん覚えてんの、やば、今はアンジュさんよなって聞いてますね、今はそうやんな、昨日はだって、だってロック画面アンジュさんとのツーショットやもん確かにアンジュさんには負けました、負けてない、アンジュに惚れた理由は何だ、確かになんかどんな何笑ってんの、あのコメント読もうかどうしようかな、あの惚れた理由教えて、パフォーマンスをめっちゃかっこいいのに、うん、なんか喋ったらすごいなんか面白いのが、うん、なるほどね、あーね、なるほどね天然やもんな、お兄さんギフトありがとうございます、めちゃ喋りに来たけど、ありがとう、みんな優しいね、ごめんなさい、毎回お腹空いてて、わいは雪乃ちゃんやで自分映しなさいよ、雪乃ちゃんもメンバーを盗撮してるって言ってたよね、私も配信ちゃんはやばい、ちょっとすいません騒がしいです、でも私の盗撮はな、あれやね、みんなに分かるようにして、え、そうやね、そうやね、雪乃は分からんからな、なんかな、うん、分からんかったらさ、あんまり犯罪チックなさ、なんでやだ、雪乃だけの写真、え、え、お写真ちょっと怖い怖い怖い雪乃だけの写真やからやめて、うん、無理見せてくんないの、うん、雪乃ちゃんのさ、初日やったっけか、なんか最初の方のめっちゃ眠そうにして、なんかフードこんなんにかぶって誰も見てんなっていう写真やで、え、何それ、そんなんやってたっけ、え、じゃあ眠かったんじゃないね、あれ緊張で自分を精神統一させるために、そう、ダラマみたいなやつ、いや覚えてるわ、この人怖っ、すごっ、記憶力やばいな、最近さ、めっちゃ顔痩せたって、ねえ助けて、もう無理、手に負えへん、うん、もう手に負えないじゃあ無理やだってもう雪乃のさ意味わからんとこしかつじゃあね、持つのなんかな、うん、みんなさ、さ
くちゃんがこんな喋るの珍しいんじゃないですか、うん、えでもショールームで一人でめっちゃ喋ってるくない？あれ一人やから喋ってる、うん、そうなん人間の顔ないから大丈夫や怖言い方怖っあの人って言ってもらえる何歳今14歳こんな14歳おる、うん、怖い怖いはいということで15分経ったので終わります。ええのはい、あくちゃんわかめいる大丈夫です。諦めへんな何何何何何むっちゃ他人行儀わかめいる大丈夫です。さっきまで信じられんくらいあやか練習しててもさ立ち位置全部ついてこられてたから。確かに確かに。ああ雪乃も早くうどん食べたい。じゃあランキング読みます。13位宝野さんありがとうございます。12位たこ焼きさんありがとうございます。11位りょうじさんありがとうございます。10位ダンさんありがとうございます。9位一番怖い痛い髪の毛って痛いねんで知ってる。今日な公演中にな左目になめっちゃな硬い髪の毛入ってきてなめっちゃ痛かった。やばい怖いわほんま。もう無理や。9位ジョーさんありがとうございます。8位橋口さんありがとうございます。7位リュウスケさんありがとうございます。6位ジンちゃんさんありがとうございます。5位チカラくんさんありがとうございます。4位いのちさんありがとうございます。3位ジョエルさんありがとうございます。2位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。いつやったっけ。やめて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 。1位ルーレットさんありがとうございます。覚えてねちゃんと。マジ、うん、メモしてる。やめてえ怖っ。なんで雪のママまで。あんたもう逃げや。ママリンチョが危ねえで。だって教えてくれたやママリンチョが危ない。ママリンチョが危ない。ママリンチョが危ない。誕生日教えてくれた。ママリンチョが危ない。もうさっきからゾンビ入って手に負えないってさ。じゃあ私は暴露される前に切ります。ありがとうございました。またね。バイバイ。あ、こっちだった。